かし始めてるからもう逃げるべきだろうと。あれ、おいしい、なんか何もないところが全部閉まってる。嘘、もう片付けしてる。なんだ、じゃあみんなミッションしたせいじゃん。オール失敗。あら、もう俺が行った時には片付けしまった。結果的に星君全然食べれてない状態で終わり。嘘。つくね串みたいな。つくね串ぐらいじゃん。牛タンつくね串2本食った。口物4本しか食って。いいじゃん、グラスを忘れるんじゃないぞ。マジで今全力疾走で食べるためだった。ダメだったか、うん、俺の炭水化物多いから食う。割り出しあるよ俺。最悪コンビニ仕入れようかなと思って。いやそれは悲しい。俺結構さ、なんかさ、もう結構普通にさ、ガッツリ食うやつ買ってるよ。うん、つうかあれやしな、俺とグロさん肉あるしな。肉ある、まだいける。ワンちゃん、大手側いけるから。大手側軽く見て、その辺にギリギリの見て、見たけど、その締め始めて。はい、今完全に時間だな。うん、あれや、アンジ気をつけて、うん、気をつけて。少し時間オーバーしてもいいから、うん、あの物、うん、仕入れた方が良かった。そうだな。全部あんな感じ。なるほど。てか仕入れるだけ仕入れて、花火後に全部飲む気で入れやがったのか。別に花火全部見る必要ないから、なかったから、うん、若干取れてるのは言えない。なるほど。3、4回とりあえずやってれば、あの上がってるやつ見える。出口専用となっております。場内に入ることはできません。ご協力をお願いいたします。なるほどね。ミスったぞ。ミスった。完璧。ササラ祭りの催しは全て終了いたします。ちょっと舐めてたな。あ、これはちょっとよ。9時を回りますと、オートレース通りの公式施設が。あ、いや、こっちから中に行けないから。あ、出れねえ。あ、くそ、やられた。なんだなんだ。あっち側から回り込まないと出れねえわ。ご来場誠にありがとうございました。何よ、失敗した。うん、根本的に失敗したな。もうコンビニで反省会か。でもメインは取れてるからな。ちょっと甘かったですけど、メインを取るための代償でかすぎた。うん、やっちまった。逆に考えてほしいよ。安くは済んだ。安く済んだ。俺は1900円とか言ってたけど、俺多分1300円ぐらい。俺いくらだろう。あと400円だったら1500円。うん、おい、黒坂何にも怒ってもらってねえな。ちょっとね、ちょっとどうする。とりあえずさっきの部分含めて、牛タン串400円、うん、キュウリ500円だろ。キュウリ900円で、黒さんセットで1400円。で、プラス俺のフランクフルト代で1600円。黒さんがあと500円もらうから1100円ぐらい。俺は後で星に200円渡すね。フランクフルトじゃないよ。俺あれや、まあ、フランクフルトこっち、俺焼きそば。運営本部ワイドセンターまでお越しください。300、200円。うん、両親が使った金額は、俺の分だけだと1100円か。1100円か。キュウリとプレーとフランクフルト。おお。でも俺らもそんな変わんなくない。変わんない。俺1200円。ね、キュウリ3本おごって、ご来場誠にありがとうございました。あ、そっか、そういうことね。なるほど。ちょっと俺も計算しよう。400の、俺らケバブ500の、900の、俺ら400の、900の、1300の。お前1100円だよ。うん、違う、俺1500円だよ。あ、ビール飲んでるもん。あ、そっか。1500。俺1200。俺が一番使ってんじゃねえか。じゃあ忘れんなよ、クロスさん。
お前そのワインなんか自分で買って飲んでんだからな。あ、俺あの時俺が一番使ってるんだ今回。あのね、多分工藤が一番使ってる。あれ換算すれば60070いくら670いくら1800ぐらい。あれお前が一番近いじゃん。お前が一番近いじゃん。900近いもん。出店者購入すれば1900じゃん。ただし営業を終了してください。つかお前が一番近かったか。2位俺だわ。最下位俺。ああ。しかも自分は何もほぼ食ってないってね。俺食った分700円。悲しい状況。悲しいな。1100円かかって700円だけ食った。うん。悔いはない。悔いはなかったんだ。かな。あれ、そういえば黒さんどこにチャリ置いてんの？俺チャリ来てないもん、チャリで。あ、どうやって来たの？そう、今回歩き、え？あのね、チャリね、うん、壊れた。壊れたの？ついに壊れた。え、歩きは来てないでしょ？歩き来た。歩き、え？足来たでしょ？買うし。あ、そうだよね。え、ここまで歩きと思った。死ぬわ。2時間半ぐらいかかって。なるほどね。でも、結構は、あそこからだと30分ぐらいかかるからさ。ああ割と大変だ。割とかかるよ。割とかかった。調子こいて、いや行けんだろっつって。俺もそ昔そこの山田電機まで行って歩いたもん。そしたら、調子こいたら、俺全然遠いっつって。いや割と遠いよ。俺おかしいな。分かりすんね。普通遠いよ。小山ひまりちゃん、近口幼稚園9組。俺さ、10分ぐらいで行くと。小山ひまりちゃんを。いや、なんでそんな感じで行こうと思ったんだよ。ご家族の方はバザールコーナーにお越しください。そんな10分ぐらいで。あちゃあ次を参りますと、ボートレース通りの交通規制が解除されますので、十分にご注意ください。西川から本日はじゃあ無理だよ。ご来場誠にありがとうございました。うん、一本道で行けるから。確かにオートレース場みたいなとこ書いてある。クロさん言ったやん。俺の家がここ中間地点なのにさ、俺さチャリがここまで20分かかるんだって西川から。なんで一昨日やったばっかのことをさ。平然と、うん、平然と間違えてる。クロさんの歩き方どんぐらい速いんだよ。いけるね。絶対これじゃん、もう。要は俺がチャリ飛ばした状態でさ、こっからさ、西川まで10分かかる計算だからさ、サイドステップ25分間ぐらいかかるよ、急いでても。そりゃそうだ、かかない方がおかしい。18、19分ぐらいは逆にでもよくそれついてな、早いぐらい。あー、ついた。なんか遠いな、2倍かかったぞ。それが普通だ。同じいな。よくよくね、地図で見たらね、うん、あのね、あ、それぐらいかかるって書いてあった。当たり前だよ。おら、おかしいな。なんでいけると思ったんだよ。なんでいけると思ったんだよ。これ、あの何、ちょっと待って、汗だくになりながらだろ。なんでチャリか、チャリ聞こえた。つかねえな、こいつって。なんだわ。いや、だってそれは遠いわ。あっついてね、みんなね。あ、ってことはあれじゃん、この後クロスさんアリアルト死ぬんじゃん。あ、そうじゃん。何やん、ウェアハウス。ウェアハウスやんの。アリアルト死ぬのか。そうじゃん、うん。何あれ、何あれ、何だから、同窓会に視察をしに行くみたいなこと言ってたじゃん。あー、チャリだったら、チャリだったらいける。でも電車が死ぬだろ、間違いなく。そうか、電車も死ぬし、歩きだとしてもえぐい距離なのかも。俺も3時間くらい歩いて。いや、3時間つくかわかんない。割と仕事かかる。前の後ろが電車壊れた事件。いや、あれ以上だよ。あれよりも悲劇。あれよりも悲劇だよ。でも、お互いついてないもん。三輪車起こる。さあ、どうするか。あの時でも、もちろんめちゃくちゃいいじゃない。ずっとの頃だったから。ずっとこだったからね。ね、黒さん。再びにあの状態か。黒さん、あれ結局ね、
直せなかったもうダメだった。直そうとすると1万超えるから、うん、あ、買った方が早いってこと。買った、うん、買ったんだって。4円ちょっと借りた。あの言われるよ、買った方が早いって。あ、言われた、言われたらしい。あ、これですかって。あの直すのはいいんですけど、まあ、1万超えますよ直すのはいいんですけど、あの買った方が安いんですよ。そう、でもね、下手に直すより新品買った方が多分持ちますよって言われた。で、どうするここから押しちゃう。